ガクトのゲーム帰ってきた。ガメセンテル。ダスティ。これ面白いな。この文字で進んでいく感じ。いや面白いですね。新しいですね。すごい。この世界観もなんかすごい。本当にナウシカとかラピュタとかと通じる。アニメだな。あの漫画だよね。はい。漫画を自分でなんかやってる感じがする。ダスティ。聞かないでよ。捕まえれそう。あのカラスが気になる。カラスを追え。飛べばいいんですかね。R1 で浮遊状態。で壁に行けばいいですかね。おい。今度は。めんどくさいな。めんどくさい。おお、すごいすごい怒ってるみたい。またいる。もう一回 R1。 おー止まった。惜しい。なんだなんだこれ。なんだなんだ。L1 が通常の重力に戻す。おっと止まる。おおすごい。どこにいるんだろう。おお惜しい。ちょっとこのコントローラーの仕方が。お捕まえれそう。まだ。お、またいる。他のは。これが辛そうになってるやつですかね。重力使いだ。グラビティ。このビルを使って、慣れるとめっちゃ面白そうですね。行くよ。ん？ダメなんだ。あそこに行けばいいですね。撃ち止まれ。おお。謎の少女を追え。いた。どこにいる？何？いました。昔ずっと考えたことあるな。重力が自由に操れたらなって。いやーめっちゃ楽しいですよね。楽しいだろうね。はい。すごいこのアメコミと懸賞金かけられてますかね。すごいなこのストーリー展開。あモンスターがいる。やばいやばい気持ち悪い。倒すってことですか。バックキック結構強い。あすごい。アクションもできる。めっちゃ強い。これすごいな。強い。なんか嫌な予感する。 L と R2 で回避アクション。すごい難しいですね。
エルト回避や。R2 とか出てくると厳しいですね。無重力浮遊時に、おお、すごい。すごいとこまで行っちゃった。無重力浮遊時に。いたー。いたー。まだあそこに一匹。おお、すごいな、この状態。怪物のいる場所は赤色のエネミーマーカーで表示される。怪物がダメスプリン、マーカーは矢印で表示されます。なるほどね。あ、なるほど。残った？あ、いた。あー、ダメだ。時間なんですかね、あれ。あ、浮力、浮遊してる時間があるのか。でも一回やめればいけるってことですかね。重力アップして怪物。特別の力、国家権力の敵。なるほど。優しい謎の怪物。怪物のネビー。すごいな、この感じ。新しいですね、ストーリーの始まり。今日のガムセンテルはここまで。限定配信しているコンテンツ裏センテルや、プレゼントキャンペーン情報など、知れば得する情報が、ここに。番組の公式サイトは右上のマークをクリックしたら見れます。ここね。はい、チャンネル登録をしてない人は画面の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかリクエストあったらコメント書き込んでください。で、著名人、芸能人、成功された方、いろんな方、一緒にガムセンテル出たいぜと思ってる方、ここにコメント、もしくは事務所に連絡ください。 YouTube に直接連絡してもありです。まあ、あとは匠とかにね、呪いのハガキとか、そんなわけで、もろもろよろしく。じゃあ